ジョネラジーカッコカク、パフ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 、はい、今月も始まりました、はい、ジョネラジーなんですけども、先月は4月号、5月の放映してたっていうね。あー、それは失礼しました。いや、大丈夫です。いや、別に桜林さんがね、桜林さんの不徳の致すところ。もはやね、もうチャンネル桜林と言われてますからね。私の6倍ぐらい番組出てますから。6倍。そう、あの、毎日桜林さんが出ていて、我々が出ていないというね。我々って、特に私が出てないで問題だと思いますね。あ、そうですね。最近倉山先生出てますね。そう。チャンネルクララのクララどこ行ったんだみたいな。そうですね。まあもうチャンネル桜。バイアス。バイアスになるんですね。2秒間を置けてくれて、ドキドキしますね、はい、なんでですか。いや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 、もう私 の放送局ですぐらい言ってしまって、いやいやいや、あ、もういいです、あげますみたいな。いや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 、私、はい、あの、自分のものじゃなければ大盤振る舞いするんで、あ、ネビル・チェンバレンと呼んでください。なるほどね。じゃ あの、竹島とかも割上してください。じゃあその代わりドクトください。ええの、同じもんじゃない。はい、今日もですね、はい、あの、またね、ラブ消費税、運動を応援するということで、はい、まあ、偉大なるヤッチ様がですね、はい、次々と偉業を成し遂げている。そうですよね。ね、この偉業を称える。いや、シャレにならないのは、番組したいと、うん。そうですけど、はい、年末の道路工事なかったじゃないですか。クリコ、そう。ありませんでしたね。で、繰り越していいよって言っちゃったっていう。あ、もう景気対策のために、あの、もう3月で無理に使い切んなくても、うん、4月でいいんじゃん、その方が効果的じゃんってやっちゃって、で、いいことなんですよ、そこだけ取り出したら偉業なんですよ。でも目的は増税、今年限り。いいですね、羨ましいですね。防衛費もそういうふうにさせて、ね、で、あ、だからもう何使ってもいいと、もうどんどん持ってこいって言うだけ持ってこい、全部つけてやる、防衛費以外って。そうなんです、本当に。本当そうですよね。うん、なんで？いや、ヤッチ様聞いてください。あ、それはもう霞が関土下座です ね。 そうですね。なんかこの間ヤッチ様が喋ってる声を倉山先生聞いてました。あ、聞いてました。YouTube で映ってましたね。はい、すごいしょぼかったです ね。 ね。もう子役人丸出しみたいな。なんか、あの、喋り方が、予算繰り越していいよみたいな。それは誰のやつか。いいですか？いいよ。やっちまえ、やっちまえ、やっちだけにやっちまえみたいな、そんな感じの。こうやってギャグ解説しないと、ラブ消費税だと、お前ら消費税好きなんだろうって突っかかってきたバカいましたから、ね。バカな人はね、だから俺は消費税反対しなくていいんだ。バカな人はね、大丈夫か、皮肉とかわかんないんですよね。ああ、そういうことね。ちょっと国語力問題がある人がいるんで。あ、まあ、だから、子供のような純真な心と、子供のような頭脳を持ってる人って言われて。その子供のような頭脳では、やっぱそういうこう、なんだろう、シャレとかね、こう、皮肉みたいな、こうね、そういうの、ウィットの効いた話はわからない。1から100まで説明しないとわからない。その通り言ってなければ言ってないだろう、みたいな。手におは1個違っただけでも違う意味だと思ってしまう。恐ろしいですね、これね。恐ろしいですね。学力の問題ですかね。ね。戦後教育の犠牲者みたいなね、感じだと思うんですけど。まあでもね、倉山先生なんかいろいろ大変みたいでね。え？はい。なんかね、あ、そうなんですか、傷ついたんで金払えとか言われてるらしい、ね。あ、その辺はカメラの前でやっちゃってる。あ、まずい。やっていいならいくらでもやりますが。やめときますか。いや、やっていいです。やっていいですか。星野さん、やっていいですかみたいな。俺に聞くなみたいな。星野勘太郎状態。なるほど。いや、まあ、どうなんですか。軽くジャブ程度に。ジャブ程度に。はい。はい、どうなんですか、最近調子は。え、調子ですか、はい、うん、もう絶好調です。絶好調ですか。はい。来るなら来い。いや、まあ、来てないんですよ。言論で言ったみたいですよ。言論で来なかった。って時点で、まあ、負けなんですよね。これはまあブログに直接書いてましたけどね。はい、まあ、とりあえず、あの、私の陰口言ってた、あの、某左翼学者に喧嘩売ったら不戦勝しちゃいましたし、ね、ちょっとストレートファイトで買ってしまったんで、その番組は撮らなあかんな、みたいな。ちょっと前田明らしい。前田明、もうこれ、モノマネ抜けなくなりますよ、今ので。ああ、そんなことはないんで、ね。ほら、でも抜けない。それ真似だったんですね。それ真似。あ、すいません。いや、ちなみにプロレスライターの小大谷さんから、はい、あの明兄さんはあんまりですって抗議が来ました。似てないってことですか？いや、いろんな意味であんまり。あんまりですか？思想的なモノマネはすごい似てると言われて、よくわかんないですね。思想的には似てるけど、あんまりだという抗議が、明兄さんになり変わって抗議しました。ああ、なるほど。なるほどね。あ、まあ、あの、その左翼学者名前言っちゃってもいいんじゃないですか？あ、世の初め。
言っちゃった。言っちゃいました。はい。なんかチャイナ大好きみたいな本書いてる。ああ、なんか私の狩口、非公開のツイッターで言ってた、はい、なぜかジョーデンさんのツイッターのところに流れてきて、はい、でそれで知ってたんで、不走者を通じて、番組出演以来と、はい、倉山みつると憲法について語りませんかって言った、いや、歴史に対する考え方が違うんで、うーたらかーたらみたいに逃げたんで、あいつもかかってらっしゃい。ギャラム交通費も出してあげるよ。おいで。俺の名前を言ってみろ。ザギかお前。いやだってこいつは県政士かなんてふざけた名前名乗ってるって言ってんで、はい、いやそれ俺の前で言ってみな。なるほど、ね。ちょっとトランザとラディゴッコっていうのね。はい。ね。超人戦隊ジェットマンってあって、はい、内ゲバで最後幹部が負けちゃうんですよ。はい、でその最初トランザってやつがラディゲに俺の名前を言ってみろって言って、うん、トランザ何？トランザ様って拷問かって言わすんですよ。うん、でワンクール後にラディゲがジェットマンと組んでトランザ倒すんですね。うん、で俺の名前言ってみろってラディゲ様って言わした後、うん、精神病院に放り込むっていうね。あとんでもない特撮があって、はい、しかもよだれ垂らしながら発狂してるっていう、子供に見せられない特撮ですね。 そうですね、まあ、はい、実現集で再現してあげますヨナハ君おいでなるほどね、まあ、散々挑発しましたんでどういう風になるのかね、来やしませんよ。あ、来ないんですか。根性なしなんで。なんで左翼は来ないんですかね。まあ根性なしだからですね。ああやばい、アギラニさんアギラニさん入ってた。いや、裁判官の立ち会いの下で倉山の焦点を交わしてやるっていうのを実演してやるみたいな。全然そんなこと言ってないと思いますよ。相手はお前の焦点を交わしてないのに、一言も言ってないと思う。ちなみに前田明の時は、まあそういうね、厳格な編集者がそれ言って、じゃあ裁判官立ち会いの下それやってみろと。ああ、やるわけないじゃん。できるわけないじゃん。なるほどね、うん、まあいろんなやつが、ね、前田明 の、はい、その厳格な編集長女子トイレに連れ込んで脅したところ、はい、再現 VTR とか作ってましたからね。あ、その通りやってあげるよって言った脅迫罪になる。あ、なると思います。なりますね。うっとりじゅうみたいな感じ。ああ、じゃあお話し合いします。はい、あれなんですか、共産党とやったら電流爆破デスマッチみたいなやったらいいんじゃないですか。いや、あんな正々堂々としてないですよ、ヨナハ。共産党は正々堂々としてるから、うん、絶対この人たちとは一致しないけど、すがすがしいですよ。ただ、あの人たちで100のうち99約束してるくぐれないですけど、1個した約束絶対守りますもん。なるほどね。卑怯ですもんね、腐れ赤は。私、本物の赤とは仲いいですよ。ああ、そうね。赤っぽいバカが嫌いなんですよ。そうですね。うん、確かにそうですね。だから、木下様は好きですよ。うん、赤っぽいバカもいるし、星風 味付けの新共産主義者ってやべえ。なんか早口言葉みたいな。みたいな。新共産主義者。はい。いますよね。いますね。はい。はい、じゃあ、とりあえず行きましょうか。行きましょうか。はい、偉大なる民族の太陽、21世紀の領導者、連戦連勝の鋼鉄の霊将、英明なる指導者が備えるべき風貌を完全に持つ親愛なる革命的同志愛の最高の化身、無敵の財務次官、木下靖大元帥閣下、ジーク木下ということで、はい、やっていきたいと思います。ジーク木下じゃあまず一つ目、はい、ラブ消費税からですね。じゃん。おー、すごい。私は増税の定めに生まれた。華やかに激しく上げろと生まれた。やすしはやすしは、気高く上げて、やすしはやすしは、美しく撮るということですね。すごいですね。歌を替え歌にして怒られますよ。替え歌にしちゃいました、ね。ベルバラですよ。あ、ベルサイユの感じですか。はい。ああ、懐かしい。ああ、でも絵をいじるなって、クレマ塾とか批判する人が、なぜか替え歌文句言ってこないんで。ああ、まあじゃあ替え歌だからいいんじゃないですか。ああ、不思議ですよね。はい。こういうことでですね。まあこんなに美しく。宝塚でもね、上手に。ああ、宝塚で木下さんはやります。そう。すごいですね。この増税がね、ついに宝塚会議になって。宝塚になって。登場ということ。銀英伝も宝塚になったら、次はやっちですね。もう最後はね、それでやるんですよ。やっちが。やっちがやるわけですよ。このやっち出てきたっすね。やっちの声で歌うんですよ。それでーとか。その声なんですね。やっぱり子役人的な声で。すみれの花みたいな。そう、やるわけですよ。はい。こんな感じ。じゃあ次いきます。はい。じゃん。打ち手市山。木下靖、増税記念日ということで。はい。はい。何なんですかこれはなんか本当にこんな感じですよね。国が滅ぶまで増税みたいな。ああ、恐ろしい。恐ろしい、ね。全然シャレになってないよ。全くシャレになってないですね。はい。でこの次はですね、倉山、特別賞ということで、はい、もう早くも入賞決定の、ね、入賞決定の作品でございます。はい。こちらです。じゃん。消費税 10% 悲しみの川柳大会。バチャー。じゃあ下から行きましょうか。大蔵少将。大蔵賞か。大蔵賞。
おねげーだ、おねげーしますだ、やめてけろ。うまい。そのまんま。うまい。はい、次。次が、財務干渉。はい。税増えて、民を滅ぼす消費税。うまい。主税局長、主税局長。税低き、こともなきよう、税高く。で、だんだん上に上がっていって、市警局が筆頭ですね。市警局長ですね、ね。増税や、ああ、増税や、増税や。すごいね、これ。はい、市警局になると、この、だんだんレベルは、ハードル上がってきますね。すごいですね。で、事務次官特別賞、税金を集めて安し、甘くなり。うまい。そして最後。集めて安し、甘くなり。そうね。じゃあ、Facebook で、ラブ消費税見ると、はい、先行理由も書いてありますね。安しが韻を踏んでるって、見りゃわかるよ。なるほど。いや、でもわかんない人いますからね。甘くしないとダメなんですよ。お前ら消費税好きなんだろ、じゃあ反対しなくていいなって、バカ。本当言いましたからね。細かくね。やすしと、あれね。やすしと、あれですね。木下やすしが、掛け言葉になっているということですね。はい、結構この辺凝ってんのに、最優秀賞これですよ。はい、財務省、毛沢東、木下やすし、スターリン。楽しい。これはすごいですね。すごいですね。もう尊敬する人3人並べてましたっていうね。先行理由。なるほどね。はい。恐ろしい。はい。ということで、次の作品に行きたいと思います。はい。次はですね、ヤッチのね、消費税解説シリーズ、ね。答えてシリーズ。答えてシリーズ。拡散用ですね。はい。はい、こちらです。